はい、それではありがとうございます。市委員長の定例記者会見を始めます。はい、どうも。それでは定例会見を行います。冒頭私の方から発言をさせていただきます。東京を中心とした首都圏で、新型コロナウイルス感染症の感染の急拡大が止まりません。そして全国に拡大が広がるという極めて深刻な事態に陥っております。でこれについて我が党としての態度表明をしておきたいと思います。でまずですね、東京では医療の逼迫が現実のものとなり、医療崩壊の危機が差し迫ったものになっているということであります。でこの点については昨日、政府分科会の尾身会長が医療の逼迫がすでに起き始めているというふうに、国会で答弁されました。入院者数、重症者数、高濃度酸素を投与されている方の数、入院調整数、宿泊療養者数、自宅療養数、この6つの指標において、すべて悪化が顕著であって、まさに医療の逼迫がすでに、起き始めているという判断がされました。そして昨日ですね、厚生労働省のアドバイザリーボードに、出された、評価の資料によりますと、このままの状況が続けば、通常であれば助かる命も助からない状況になることも強く懸念される、これまさに医療崩壊が強く懸念されるということは、政府も明瞭に認めた状況認識だというふうに思います。もう一点ですが、人の流れの問題であります。これもですね、昨日のこのアドバイザリーボードに出された評価では、東京では夜間滞留人口が前回の緊急事態措置の際と比べ、緩やかな減少にとどまっている。一方、千葉では夜間滞留人口は増加、埼玉、神奈川では減少しているものの、大きな減少が見られておらず、東京を中心に当面は感染拡大の継続が見込まれる。この最後の結論が重大だと思います。今、人流の問題、いろいろ言われております。しかし、尾身会長も認めているように、この人流が、緊急事態宣言によって若干下がったとはいえですね、その前の緊急事態宣言に比べれば下がっていない。思うように下がっていない。で全体としての評価としては、当面は東京を中心に感染拡大の継続が見込まれると、これからも増えていくという判定をやったわけであります。で、医療の逼迫が現実のものになった、なっているということ、そして人流も思うように減っておらず、当面は東京を中心に感染拡大が継続することが見込まれると、この2つの評価がですね、昨日政府の、アドバイザリーボードの評価としてなさったわけであります。そしてこの文書のですね、最も重要な点は、こうした危機感を行政と市民が共有できていないことが現在の最大の問題と。危機感の共有ができていない。これが最大の問題だというふうに述べました。私はここまでは事実を語っていると思うんですね。で、問題はなぜ危機感の共有ができていないのかと、どこに責任があるのかという問題ですが、私は挙げて菅政権の側に責任がある、挙げて政府の責任だということを強く言いたいと思います。特に2つの点を言いたいと思います。第1はですね、国民に誤ったメッセージを出し続けているということです。すなわちですね、オリンピックの開催、あくまでこれは、再検討しようとしない、中止の検討もしない、あくまでこれはもう始まったことだからということで、あくまでも続ける、一方でこのまさにお祭りをですね、続けながら、国民の皆さんに自粛を要請しても、説得力ないわけですよ。そのこと自身はですね、そのことは厚生労働省の幹部自身が、もう政府は信頼をなくしていると
もう何を言っても説得力を持たないと自ら認める発言をしたことが報道されました。まさにですね、国民に誤ったメッセージを流し続けている、このことがですね、まさにこの危機感の共有ができない最大の原因だと、最大の障害だということを言っておきたいと思います。ですから今からでもオリンピックは中止して、命を守ることにすべての力を集中すべきだということを重ねて言いたいと思います。第二のテーマですね、菅首相がこういう重大局面にあって、国民に対する説明責任を果たさず根拠のない楽観論を振りまいていることです。私が唖然としたのは、昨日東京で3000人を超える新規感染者が出ました。全区で9000人を超えました。この状況の下で、記者会見が求められて、菅首相から出てきた回答というのは本日お答えする内容がないというものでした。これはね、許しがたいことですよ。やはり東京も全区も過去最悪の数字が出てる、その時にですね、一国の首相がお答えする内容がない、これ許しがたい無責任な姿勢だと思います。やっぱりこの局面にあって一国の首相に一番求められているのはリスクコミュニケーションを真剣にやることだと思います。現状がどうなっているのか、どうすれば打開できるのか、これをですね、心を込めてやる、これが何よりも一国の首相に求められていると思います。それは意思さえあればですね、やれるはずですよ、意思があれば。でそういうそのリスクコミュニケーションの、能力についてはね、能力のある人、あまりない人、いろいろあるかもしれないけど、意思さえあれば、私は国民に今の危機の的な状況はこうだと、医療の逼迫が起こり、医療崩壊の瀬戸際に来ていると、そして人流も思うように減っておらず、でこのままいけば、感染が広がる一方だという事実をきちんと伝えてね、政府も責任を果たすから、国民の皆さん、協力をお願いしますということをね、言うことが首相の務めじゃないですか。私たちオリンピックの中止をあくまでも最後まで求めますけれども、オリンピックの問題についてさまざまな意見の違いがあったとしてもね、そういうリスクの現状について、今の危機の現状について国民に語っていくことは、その責任を果たすことはできるはずです。それをやらない、絶望的なまでにリスクコミュニケーションの意思がない、これに一番の問題があると思います。そして根拠のない楽観論を振りまいています。人流が減ってる、そんな単純な評価してないじゃないですか。思うように減っていない、だからこのままだったら感染が広がる、継続するってことを厚労省のアドバイザリーボードそのもの自身が言ってるじゃないですか。それは人流が減ってるから大丈夫だ、安心だ、こういう根拠のない楽観論を振りまく。そして記者会見すらやろうとしない、この態度は本当に許しがたいものだと思います。我が党としてはですね、これ野党共同の要求でありますが、議員運営委員会、あるいは閉会中のさまざまな審査、これにしっかり総理自身が出て、現状の認識と打開の方策について責任を持って説明することを求めたい、強く求めたい、このように思います。これ2つの問題がある、危機感の共有ができていないのはなぜか、オリンピック開催に固執して国民に誤ったメッセージを流していること、そして首相自身が国民への説明責任を果たさず根拠のない楽観論を振りまいていること、この2つですよ。この2つを正さなかったら事態の打開はできない、このことを強く言いたいと思います。私の会場です。何かありました、はい、はい。宣言が本当に効果があるのかというふうに問われると思います。
か、まあ、必要な対策とその宣言を出すことは妥当かどうかという考えですか。まずですね、3県の宣言の要請というのは私の認識ではやむを得ないものだと思います。ただですね、これは政府が首相がこの県が言ってきたということではなくてね、自ら主体的に判断して説明すべき問題だということを強く言いたいですね。それから宣言が出ても効果が上がってないじゃないかというお話ですが、私その通りだと思うんですよ。今述べたように人流も思うように減ってない。なぜかといったら危機感が共有できてない。なぜかといったらさっき言った2つの問題、オリンピックの開催に固執している、首相が説明責任を果たさない、ここにあるわけですよね。ですからね、そこの根本を正しませんとね、いくらね緊急事態宣言を広げたとしてもね、私はそれで問題解決するとは思いません。やっぱり政治の姿勢を正さないと解決しない、打開できないと思います。他どうでしょうか。はい、どうぞ。はい、やはりまず横浜市長選挙ですから、横浜市政のあり方、特にカジノの問題、大きな争点になってくるかと思います。やはりそういう点で市政をまともなものにしていくということで私たち取り組んでおります。それからやはり国政との関わり合いで言いますとね、野党の連携、結束、協力、これできるだけしっかりしたものにして次につなげたいという思いもあります。はい、フランス政の及川と申します。はい、月刊花田のインタビューで菅首相は五輪開催によって感染が拡大する懸念について問われてこのように述べました。ワクチン接種者数が極めて順調に増えていっているからその懸念は当たらない。この発言についてどうお考えでしょうか。ワクチンが非常に大事なことは言うまでもないんですけども、今の接種の到達点というのはまだ人口比で1回目が4割前後ってところでしょうか。で2回目まで打った方はまだ2割台だという状況だと思うんですよね。でこれどんなに急いでもこのワクチンとの関係で私強調しておきたいのは、どんなに急いでも今のデルタ株による第5波には間に合わないということですよ。どんなに急いでも。ですからこれはね、この事実はきちんと見なくちゃいけない。だからやはりこの第5波を抑えようと思ったらこのワクチンもちろん早くやらなくちゃいけない。でこれはワクチンの接種によって抑制効果出てくると思います。しかし間に合わないわけだから、だったらどうするかということで言ったらですね、私たちはかねてから言ってるようにワクチンと大規模な PCR 検査セットでやって封じ込める、あるいは十分な保証をやって安心して自粛ができるようなお店を閉めておけるような、経済的な保証を行うこと、そして医療機関が疲弊してます、医療機関に対する減収補填や医療従事者に対する支援を行うこと、そしてオリンピックは中止する、そしてこの危機感を共有できるような、体制を作ること等々が必要なわけですよ。ですからそういうことやらないといてね、ワクチンというのは本当に無責任だと思います。でそのワクチン自身がね、この間供給が滞って実際は、ペースダウンしているという深刻な問題もあります。ですからこの問題もきちんとしなくちゃいけないけれども、ワクチンが、順調にいってるから大丈夫なんだっていう楽観論はね、許されないと思いますよ。間に合わないんだから今度の第5波には。あともう一点伺いたいのが、はい、C さんあるいは共産党が一貫して五輪を開催した場合はコロナ陽性者が増えてしまうということをずっと警鐘を鳴らしてきた。実
際にそうなってしまったことについてどう、悪い予言が当たってしまったことについてどうお考えでしょうか。現状大変残念です、うん、で、ぜひ私たちのね1月から主張してきたことですから早い段階でね、私たちの意見を真剣に耳を傾けてほしかったというふうに思います。で、ともかく五輪に固執してるってことが先ほど言ったように、まあ、いろんな要素があります。いろんな要素あるけども一番の感染拡大との関係で言いますと間違ったメッセージになってる。国民に、まあ、いわば楽観的なムードを作ってしまっている。それを政府の側から作ってしまっている。でそのことがですね、一番の私は感染拡大が止まらないね、事態を作り出していると思うんですね。ですから非常に現状残念ですが、しかし今からでもね、オリンピック中止して命を守るためにあらゆる力を注ぐべきだということを強く言いたい、こう思います。ありがとうございます。先週、小西副首相を発言したことが、今回の発言で誤解するように説明したと思うんですけれども、今日、玉木代表が会見を開いて、そのことについて、連合側の解釈を述べたと言っていて、全体主義が国家主義に結びつきやすいという一般論を述べたために、共産党、日本共産党がそうではないとおっしゃるから、テイクノートをしておきたいとおっしゃったんですけれども。今後の撤回を求めます。全体主義とは無縁ですから。だから撤回してないでしょ。だから撤回を求めます。関連者と先日茨城5区に共産党の現地の会見では今回の玉木さんの発言に対して、出馬を決めたというようなことをおっしゃったんですけれども、それが事実だとするなら、共産党は今後も国民主党の候補者がいる選挙区に候補者を出していく可能性はあるんでしょうか。個々の選挙区に候補者を擁立した理由については、個々にこれこれの理由だというふうに説明しておりません、これまでも。そういう説明する必要もないと思います。どの選挙区であれ我が党は、候補者を擁立する自由な権利を持っております。ですから今後も必要だと考えれば擁立するということです。今回茨城5区で説明した理由は党本部としての理由、その候補者の方がねそういう発言されたのかもしれませんが、我が党の、党本部としてそういう理由で説明しているわけではありません。いちいちそういう理由は言っておりません。はい、どうぞ。共同です、共同です、ありがとうございます。立憲民主党との衆院選のことについて伺いたいんですけれども、立憲民主党との衆院選に向けたことについて伺いたいんですけれども、現状で話し合いの現実には見られないように見えますけれども、いずれに望みたいことがあれば教えてください。それは今話がありますけど、共産党がここに来て、新任候補を相手で両立されています。自分さんとしては、この結婚を目指したいというところですけれども、それとは逆行しているかも、そういう逆行しているかもしれませんが、それについては見たらいいですか。個々の候補者擁立については、先ほど言ったのは答えです。どこであれね。それから立憲民主党との協議については、何を望むかというご質問でしたが、私どもとして望みたいことは、4月27日の党首合意、これ真剣に、履行していただきたいということです。で党首合意では、総選挙に向けた協力のための協議を始めると。いうことを合意しております。それから共通政策について話し合っていくということも合意しております。ぜひそれを早く、履行していきたいと、履行していただきたいと思っております。はい、どうぞ。朝日新聞の関連してなんですけども、日程かもしれない、今月21日の合意がですね、結構時間経ってるじゃないですか、2ヶ月以上経ってて、なかなか進まないことの原因をどう考えておられるのかということと、それ
対してですね、こう日経に再びこう早く取り組むようにというなんか、まあ、働きかけみたいなのを今後していくお考えかなと思います。それは今日今私が先ほど答えた以上のことは、特に言うことはありません。投資合意をぜひ実行に移してほしいと合意してるんですからということです。他いかがでしょうか。ありませんか。よろしいですか。どうもありがとうございました。どうも。